I can barely hold on, but when
ご覧いただいた通り、やばい試合でした。何回見直してもドキドキします。やばかったです。現役の皆さん、当時のことを振り返りながら、同期や後輩たちとビールを飲むときほど楽しいことはありません。もうみんなで目標達成できることを願っています。ちなみに優勝すると、こういう T シャツが作れます。このシーズンを振り返ると、優勝はしましたけど、本当に楽な試合っていうのは一つもなくて、最後勝敗を分けたのは、ほんの小さな部分や、まあ運やラッキーっていうところが大きかったなと思います。ただその運やラッキーっていうところを、引き寄せる日頃の取り組みがあったかなと思っています。今非常に大変な状況ですけど、だからこそ、日頃からほんの小さなところに妥協せず、取り組んで、運と引き寄せていってほしいなと思っています。再び2部で優勝してくれることを期待しています。